濃姫の仇討ちが成就していこう。人の情を捨てたかのように苛烈な戦を繰り返す信長を見て、松永久秀は焦り始める。既存の秩序を否定する信長は、己が理想とする世の創出を目指す久秀にとって都合の良い主君だった。しかし信長が天下人の座に近づくにつれ、久秀は自らの理想の世が遠のくのを感じていた。いつ離反すべきか。愛憎の茶器平蜘蛛を眺めつつ久秀が思案していると、そこに一人の男が訪ねてきた。信義山城の戦い。やはり桃地殿は面白き御仁ですな。さて次は何をお話ししましょうか。じゃあ聞くが、あんたの理想ってどんなんだったか。付き合いの長さの割に聞いたことねえと思ってな。私が望むはただ一つ、美しき世の創出です。そのために統制のいびつなる秩序は破壊せねばなりません。統制を形作る醜き因子をすべて除き、美しきもので満たされた世が作られしとき、私の悲願は叶うのです。なるほどな。将軍殺しもその一環ってことか。だがよ、その理想を織田の傘下で叶えられるのか。信長様とは、統制の秩序を破壊し天下を一新するという目的こそいつですが、おそらくその先に望む未来は。ならやることは一つじゃねえか。俺も力を貸すぜ。あんたの理想興味深いよ。面白きことを申しますな、桃地殿は。ではことあらばぜひにご協力くだされ。何が理想のようだ。所詮は独善的なざれ事じゃねえか。まあいい、あんたの熱情をせいぜい利用させてもらうぜ。残らず消し去りましょう。早速織田が攻め寄せてまいりましたか。桃地殿の働きに期待するとしましょう。さてまずは前線の掃除から始めるとしましょう。信義山城の守りは私にお任せを。父上は織田の撃退にご注力ください。さてと、久秀を助けてやる。手始めに織田勢の陣容を知らせておくか。私は本願寺へ援軍を求めに参ります。一方をお待ちくだされ。大
終わらせましょう。多勢に無勢とはいえ、戦の勝敗は頭数のみで決まるものではありません。よし、敵は要衝をしっかりと守っているな。これを切り崩すのは至難の技か。シギ三十、守りは家庭が穴はあるはず。探りを入れてみるか。ひとまず敵は押し返せたようですね。次はこちらから参りますよ。膝秀殿、棟梁からの密書でござる。織田の布陣が記されております。なるほど、織田の兵糧はあの砦に。登録兵を出して焼き払いましょう。松永の兵が来るぞ、迎え撃て。織田の忍びが入り込んでいましたか。お持ち殿は何をしているのやら。終わらせましょう。我が理想へとまた一歩。異物は消えるが世の定め。耐えきれん、引かせてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。消え去りなさい。叶う相手ではなかったか。終わらせましょう。行かせる。消え去りなさい。あの跳ね橋使えそうだな。うまくすりゃ織田を分断できそうだ。敵将消し去りました。叶う相手ではなかったか。これは見事なお手並み。登録兵に伝えなさい。直ちに焼却です。兵糧を焼かれただと。小賢しい真似をする。敵が勢いを盛り返しているようだ。援軍を要請すべきか。跳ね橋が上がっただと。敵の工作か。信忠が危うい。急ぎ橋を下ろすのだ。開門。終わらせましょう。分断はなったようだな。さて、久秀はどう動くか。橋が上がったのは桃地殿の仕業ですね。この機を逃さず信忠を排除しましょう。素晴らしい。これならばあわよくば信長の首も取れるやもしれませんね。急げ、跳ね橋を下ろすんだ。終わらせましょう。信忠の救援間に合わなんだか。松永勢の勢い油断ならぬ。どうあれ、信長を撃たねば勝てぬ戦。他の砦で兵を進めるとしましょう。終わらせましょう。久秀、この信長の首を狙ってきた。だが思い通りにはさせん。終わらせましょう。
私こそが天下無双の者の不なり。消え去りなさい。桃地殿の働き存外役に立ちますね。この戦の間は信用させてもらいましょう。どうだ敵将、へっしゃりました。なんと素晴らしき戦果よ。終わらせましょう。ああ、我が理想へとまた一歩。あれ、僕を止めに来たの？そうはさせないよ。厄介な増援はこれにて封じましたよ。これで幾分戦いやすくなるでしょう。異物は消えるが世の定め。僕はここまでかな。消え去りなさい。終わらせましょう。理想へとまた一歩。開門。待っていたぞ謀反人め。覚悟せよ。さて、信長が不在とは一体どこへ姿をくらましたのやら。棟梁より密書でござる。信長は片岡城に移ったとのことも。ほう、桃地殿が城門を開けてくれるとは。ならば協力のため我らも城へ向かいましょう。城門が開くまでこの場で敵兵を撃ち、城内の目をこちらに引きつけておきましょう。理想へとまた一歩。織田の連中なかなか門から離れねえな。こうなりゃ無理やり開けちまうか。通り、織田に奇襲の動き。明智勢が聖兵と共に信山城に向かっている様子。となりゃ久秀では積んじまったな。もう俺らが危険を冒す価値もねえか。せましょう。ああ、我が理想へとまた一歩。十分に敵は引きつけたはずだが、門はまだ開きませんか。桃地殿は何を。松永勢の奴らすごく攻めてきやがれ。オイラたちで追い払ってやるか。終わらせましょう。今こそ信山城を攻め落とす。皆一斉に攻めかかる。いつの間に。このままでは城が危うい。しかし信長を撃つならば今しか。久秀殿、棟梁より伝言でござる。門は開かぬ、武運を祈る、とのこと。やはり桃地殿は心変わりよ。とはいえ、ここまで来て引き下がるなどできません。私こそが、
天下無双の者らふなり。しぶといよ。五つ目の兵を惜しまず出せ。数で圧倒し、膝ひれを仕留めるのだ。もはや勝機はないようですね。私は市議参上へ下がらせてもらいましょう。総理条件変更。終わらせましょう。手はず通り皆をここまで引き込めたな。あとは妃での首を見上げに織田に下るのみ。悔しいがここまでか。終わらせましょう。物は消えるが世の定め。かなう相手ではなかったか。これは見事なお手並み。聞かせていただこう。我が理想へとまた一歩。義久も私を裏切っていましたが、汚らわしき愚行を制裁しなくては。異物は消えるが世の定め。かなう相手ではなかったか。始末は終わりましたね。城の周りの織田勢も減らせたようです。拠点をいくつか取り戻せたようですし、五六兵を呼び込み敵に当たらせましょう。殿の道を阻む者はそれがしがうがつ。はいと下さりなさい。開門。終わらせましょう。敵将消し去りました。かなう相手ではなかったか。なんと素晴らしき戦果よ。不運競うぞ。消し去りなさい。災いはうがつのみ。物は消えるが世の定め。ここは引こうかあるまい。もはやここまで。ああ、我が理想へとまた一歩。この私をうがつな無駄です。市議参上へと至る道は開けたようですね。皆城の援護に回りなさい。下さりなさい。終わらせましょう。私こそが天下無双の者らふなり。物は消えるが世の定め。悔しいがここまでか。なんと目覚ましきご活躍。終わらせましょう。物は消えるが世の定め。耐えきれん。聞かせてもらう。終わらせましょう。ああ、
我が理想へとまた一歩。敵将、へっしゃりました。なんと素晴らしき戦果よ。ああ、我が理想へとまた一歩。私に思い残すことがあるとすれば、光秀殿、そなたを籠絡できなかったことです。俺は信長と共に新たな世を切り開く。それ以外の道はない。勝利条件変更。待て、どこへ行こうと逃れる術など、もはや逃れようなどとは思っておりません。最後は私の好きなようにさせてもらいます。結局こうなりましたか。安心せえ、平雲や。お前を置いてはいかぬ。さあ、共に参ろう。